るです。おはようございます。うらんです。とのです。さりめいです。はい、というわけで今日は1万企画第2弾。やばいねえ、やばい。1万企画第2弾、うらんちゃんの番でございます。イエーイ。昨日はですね、あさみちゃんの1万企画をやったんですけれども、はい、皆さんどうでしたか？あさみちゃん可愛かったです。やっぱ似合ってたね。いや、うちらがセンス良すぎちゃった、ちょっとあの、ね、勉強しな。おーやる気ない。はい、もう早速ね、私の1万企画にやっていきたいと思います。はい、2人がね、本当にちょっとね、熱心に選んでくれたので、カラフルだからこんな作があるのね。作がある、作あるの、楽しみ、はい、楽しみに。それでは早速やっていきましょう。せーの、マグネット。私のを選んでくれてます。楽しみ。あの、私の服選んでもらっていいですか？裸にこれね。それさ、1万円になってる？大丈夫？あなたたち値段見てないけど。これはお前が買うのね。イエーイ、目負傷中です。うらんちゃんの服はいつもカラフルなんでモノトーンってことでやります。はい、ぽくないよね。でもいつもあんなの着たことない。着たの見たことない。着たことない。じゃあ、かましいわ。ではうらんさん、どうぞ。カモン、カモン。仲良くしていただいてもいいですか？ごめんね、住む世界が違うみたいな。はい、というわけで私の寸劇いかがだったでしょうか？大会山の女。はい、こんなやついねえよ。え、マジで後ろ可愛いね。後ろ可愛い。なんてこと？キャップ、キャップ、ビオレ。はい、というわけですごい可愛いお洋服ニコロンで買わせていただきました。このベルトはどこですか？これリゴです。はい、リゴで、まあ、この服に合わせて買ったって感じ。まあ、ここにチョーカーとか私はしようかなと思います。ああ、普段は。はい、というわけで続いて明日エアちゃんの1万円企画です。かな、楽しみにしていてください。バイバーイ。